こんばんは。いわきらナイトステーションのお時間です。アンカーは私、ジェームス秀樹がお送りいたします。この番組は県内で起こったさまざまな出来事をさまざまな角度からさまざまなメスを入れたり、さまざまなさまざまをさまざまに取り上げ方をする、できるだけさまざまなニュース番組であろうとする番組です。さまざまに、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 さまざま、さま、さまざま、さまざま、大変失礼いたしました。取り乱しました。ちなみに番組の内容は予告なく変更される場合がございますので、あらかじめご了承ください。さて、私事で大変恐縮ですが、私本日昼間から出ずっぱりです。昼からずっとカメラの前におります。単純計算で12時間ぐらいは勤務先におります。ということは、いろいろな部分で労働何やらとか、なんか監督何やらとか、そういったものが、うるさく言ったりとかっていうのは一切触れないようにしていきたいと思います。ただ痛いのは、私頑張ってるということでございます。その辺をご了承いただいて、一つお付き合いのほどお願いしたいと思います。さあ、そういうわけで、いわきらナイトステーション、今夜もここ茨城県水戸市にございますパンダスタジオから生配信でございます。本日もごゆっくりとお楽しみいただきたいと思います。それでは早速最初のニュースです。本日未明、茨城県某所にて市民団体による大規模な革命が行われました。この混乱により市場に及ぼした影響は数億円に上ると言われており、各地の大富豪から不満の声が上がっています。革命を指揮したサトシ君13歳によりますと、8を切るタイミングを伺っていた、相手が7を出した瞬間、ここしかないと思い革命に踏み切った、返されることなく決まりほっとしているとのことです。また同様の事件は県内の至る所で発生しており、欧米諸国のように革命を無効化する対策として、ジャックを場に出すと場札が流されるまでカードの状態が一時的に革命が起きた時と同じようになるイレブンバック、カードを配られた時点で大秘密の手札が10以下のカードのみの場合、大富豪とカードを全て交換できる天変地異といったように、革命対策の多様化を定めたローカルルール、これを採用すべきだとする声が高まっております。本日は大富豪コメンテーターであります、石川翔一郎さんをお迎えしております。石川さん、どうぞお願いいたします。どうもこんばんは、大富豪コメンテーターの石川翔一郎です。石川さん、こんばんは。こんばんは。大富豪コメンテーターということなんですが、はい、以前お会いしたことが、僕は初めてお会いしましたけれども、今まで一度も会ったことはございませんよね。手押し相撲の、何ですか手押し相撲の大富豪、大富豪、大富豪、大富豪の、そうです、コメンテーターの石川です。よろしくお願いします。手押し相撲の世界チャンピオン、手押し相撲の世界チャンピオンでは、うん、ございませんね。あ、違うんですよ。はい、でも手押し相
やってらっしゃいましたよね。大富豪をやってましたね、僕は。生まれてからこの方、大富豪以外に浮気したことは一切ございませんね、僕は。ああ、そうですか、はい。何を言ってらっしゃるんでしょうかね。なるほど、わかりました。せっかく、大富豪コメンテーターの石川翔一郎さんということでございます。はい、よろしくお願いします。改めまして石川翔一郎と申します。さて、この大富豪をコーディネーターということなんですけれども、はい、これは一体どういう、お仕事といいますか、はい、どういうことをやられるんでしょうか。まあ一応この大富豪の厳密なルールとか、こうローカルルールっていうものがございますよね。それを作っているのが要は僕らの仕事であるわけなんですけど、ほうほう、はい、あとは微妙なその地域によって特性が違うので、その特性を生かしたルールの調整というんですか、そういうのもやっておりますね。調整。そうですね、まあ、具体的にこう申し上げますと、うんうん、例えば革命というのがありますね。先ほどニュースで言われていたと思うんですけれども、大富豪における革命というのは、うん、同じカードを4枚揃えると革命が起きるんです。つまりこれはあのトランプの、はい、革命ですね。ですからトランプのゲームの大富豪ということを。いえ、これは歴史とした革命です。革命、はい、ですからトランプを使ったゲームですよね。ゲームと言ってはいけませんね。ゲームではない。本気にしていただきたいです、そこは。ああ、でもトランプですよね。トランプではございませんね。トランプではない。トランプではないです。革命、無血革命です。無血革命、はい、血を流さない。まあ確かにトランプですが血は流れないですよね。トランプは流れるんじゃないですか。流れるんですか。流れますよ。なぜですか。こう経験ございませんか。こうピッてなった時にこう、やっぱトランプなんですね。危ないんですよ。やっぱトランプなんですね。トランプだったら危ないです。でもトランプを使った、僕らやってるのは本当の革命なんで、うん、でもトランプを使うわけですよ。社会に影響を及ぼす立派な革命なんですよ。その結果、うんうんうん、この大きな市場に損害が出ているわけですから、うんうんうん、ですから無血革命ですね。結局のところをトランプを使ったゲームであるということでよろしいでしょうか。そういうふうに取られるんであれば、うん、僕からはもう何も言えません。いやいや、あなた仕事で来てるんですから、ここで。そうですよ、きちんと説明してください。あなたがちょっとおかしいんじゃないですか、それは。いやいやいや、僕が言ってることを素直に受け入れてほしいわけです。僕は。あなた、あなた、よろしいですか、はい、トランプですよねって僕は聞いてるんですよ。トランプでは革命です。トランプのゲームの大富豪というゲームですよね。その中で起きた革命ということです。違います。違うんですか。違います。どう違うんですか。何が違うんですか。現実世界に影響を及ぼす。現実に起こるわけです。まあ、確かにトランプは現実に使いますよね。ですから。使うんですか。使わないんですか。僕は使ったなん、あんまりないですね。あんまりない、はい。ということはどういうことなんでしょうか。要するに 何を持ってこれはゲームをやるんですか。先ほども言いましたけども、これは無血革命なんです。無血革命。無血革命。血を流さない革命。はい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 、世界で最も優しい革命と言われているのは大富豪の革命なんです。はいはいはい。なるほど。はいはいはい。なるほど。はいはいはい。はあ、あなた人の話を聞く気があるんですか。いや、聞いておりますよ、聞いておりますよ、聞いておりますよ。腹立たしいな。何ですか、あなた。何ですか、その態度は。何だ、何ですか、何だ。え、ですからね、私が聞きたいのは、はい、結局のところこの大、革命、だから大富豪だか分かりませんけども、何ですか、その言い方は。トランプのゲームの延長線上っていうことですよね。もうそれでいいです。あなたの中ではまあそういうことなんでしょう。はあ、はあ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 、はい、開き直りましたね。開き直りましたね。全くそういうことはございませんよ。ああ、そういうことですね。聞いてください。はいはい。何でしょう。人の話を聞いてください、ね。聞きましょう。聞きましょう。はい。どうぞおっしゃってください。まあ一言。ええ、はい。一言で十分です。はい。無血革命。ですからもうさっきからね、革命とか言っておりますけど、無血革命とか言っておりますけども、はい、一体どうやって革命をするんですか。どうやって革命。はい。まあ説明させていただきましょう。はい、まあそこは聞きましょう。ね、まあ、例えば、はい、トランプの札4枚、はい、トランプですね、やっぱりね。トランプ使うんですね。例え話ですよ。ああ、なるほど、はいはいはい、あくまで分かりやすい例えとして、ああ、このトランプ、ね、同じ札トランプですね、10
銃を4枚揃えると革命というのが起きますよね、はいはい、これと同じ現象で同じような特性を持った人が4人集まるとそこで革命が起きるんです。これこそが無血革命。納得いただけましたでしょうか。はいはい。なんだ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 。ええ、なんだそれ。4人集まる革命です。なんですかあなたそれは。なんだおい。えなんだ、もう口の利き方もお前教わってねえのか。年上のことなんだその言い方は。年上だとか関係ねえだろ。おいおい、やってやんのかこら。なんだ。独立したきっかけね。ママたちから見るいい男像ってどんな男性ですか。どんな仕事にも人には見せない舞台裏がある。そんな舞台裏をこっそり語り合う仕事の本音、ぜひご覧ください。大変、失礼いたしました。お見苦しいところをお見せいたしました。さあ、今日から始まりましたこのコーナー、日本に古くから伝わる昔話をフィーチャーし、日本語から外国語へ、そしてまた日本語へと訳すことによって、和と洋のコラボレーションから新しい時代の表現を模索していこうというコーナーです。第1回目は白妙姫。この物語は茨城県常総市にあります菅尾沼、そこに住む大きな白い鯉を八八という青年が捕らえようとするところから始まります。この鯉を追っていくうちに八八はある日鯉の声を聞くことになります。驚いた八八がおばあさんに相談したところ、この鯉は昔復讐を果たすことができず沼に身を投げた白妙姫だということが分かります。なぜ白妙姫は自ら命を絶ったのか、果たすことができなかった復讐とは一体何なのか、必見です。昔々、下総の菅生沼で真っ白なコイヘッドが男性よりも大きいです。アイリスの花咲く時は八八が漁師と呼ばれるが、その目的はコイを取る仕様とすることです。八八のおばばは、八八は鯉をストップ取る。しかしおばばは求め止めることはできない。八八ボートを菅尾沼を送った。しかし満開のアイリスの完了の時、鯉がそこにはもう現れないと。来月年間のアイリスを咲かせるとき、八八は今年こそ鯉を取ろうと沼にボートを出したものをしていた。八八ボートに対して泳ぐ鯉、しかしボート八八の前に来たとき、ビッグ鯉ジャンプ、空気中に飛んでいるとき言葉を発した恋。クライアントを修復、リハビリ、古き良き僕。八八にわたり恋ジャンプは馬洗城に泳いでいった。八八はこのことを驚かせて
教える。おばばは言った。そう、口はハローと聞こえますじゃろ。そこに私は白太姫、美顔ズン。不思議でしょ。白太姫です。沼に身を投げた彼女は恋になっていたと感じました。と、おばば白太プリンセス八八は、私が話をしてみましょう。昔、おばばが生まれる前、お城の主を瀬戸クロスとはミスターロングキープと言った。3年前、越前種貞は維持するとき、ロングに破壊された。また、あっても、付近に強力なエネミーなしで、それは私の世界で春を楽しんだ。今はアイリス開花のシーズン。ミスターロング城の堀のアイリス咲く見えたが、酒飲みたい。あなたは彼の息子に同行する場所。リハビリメイドのボトルだった。奇妙な。おもむろに振る横たわってサービス、アシスタントを削除する理由がある。しかし、あなたが欲しい。あなたは右腕を削除することができ、地面に手をつき、泣くと避難し始めた。リハビリの息子はこれを見た。奇妙な質問は、あなたは地獄に行きたい。白太姫は言った。顧客を保護するために私の父の仇はミスターロング。私の父の仇。それを聞いたロングは言った。前に種貞の娘、または白太姫。白太姫の答え。いかにも、優勝した後リハビリ、オーバーテイクしようとしているの3年間。それは彼らのアイデンティティが確かにある折りたたみ表示に要請している。ミスターロングは続けた。何か言うとがあれば簡単に殺せるまで今しなかったために、なぜ白太姫。白太姫は言った。あなたを撃てば愛しい主膳、お客様各位には悲しい思いされます。一つできない。また白太姫は、リハビリクライアントさようなら。という言葉を残して堀に身を投げた。しかし奇妙なことは、白太姫死体ですが、私はどのくらいのを探していることが分かっていない。それ以来、白い恋がアイリス咲く美しい月夜、馬洗城に長生き菅生沼、まっすぐまっすぐ泳いでいった。以上、白太姫お送りしました。いかがでしたでしょうか、白太姫。日本昔話を外国の方が読むとこのように感じるのかもしれません。さまざまな視点でさまざまなものをさまざまに見る。さまざまにさまざまに。さま
ざまに、ざまに、ざま、さまざまに、ざわざわ、ざわざわ、ざわ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 、ざわわ。あ、大変失礼いたしました。少々取り乱してしまいました。さて、外国人の方から見た日本昔話でございますけれども、外国の方から見た茨城、日本、世界、いろんな見方がありますよね。ぜひこちらの番組もお楽しみいただければと思います。さて、いい時間になってまいりました。夕飯が早い方はもうお腹が空く時間ではないでしょうか。皆さんは深夜お腹が空いた時どうしていますか。食べちゃいけない、そうお考えになる方もいらっしゃると思います。しかし、食べちゃいけない時ほど食べるご飯、美味しいものですよね。今回から始まる背徳飯は、必ずやあなたの胃袋を満足させてくれるはずです。いつも我慢している方もそうでない方も、今日だけは欲望を解放しましょう。本日は一体どのような背徳飯が飛び出すのでしょうか。ご覧ください。皆さんは食べたらいけない時間にご飯を食べたくなることってありますよね。そんな皆さんに今日はとっておきの料理をご紹介したいと思っております。とても美味しい料理になると思うので、皆さんぜひ期待してくださいね。では材料の紹介をしていきたいと思います。まず大根、人参、じゃがいも、豚肉、そして豆腐と味噌、まあ大体予想ついてしまったかな、うん、でもここからとんでもなく化けるから、皆さん見ててくださいよ。絶対目玉ひむぎますからね、あなたたちは。ね、では作っていきたいと思いますよ。まず人参をむきむきします。人参むきむきするよ。ほら、人参むきむき。私の祖国ではこんなむき方はしないんですけどもね、うん、日本は本当にいいところだと思っていますよ。本当に素晴らしい国日本。人参もこうやって一枚一枚剥がれていくことによって、真の美しさというものを発揮していくんですかね。ほら、あっという間に剥けました。ほら、綺麗な体だね。本当にたまらない。この次はじゃがいもか。これもまたごつくてね、うん、なかなかみんなに理解はされないけれども、これは磨くと光る原石だと思っていますよ。私の中では、多分皆さんの中にもそういう人はいる。はい、見ていきましょう。これもね、こうやって一枚一枚服を脱がせるように剥いでいくんですけども、これが人を扱う時と同じように、こうやって何枚も何枚もこうやってこうやってやっていくとね、本当にこれはたまらなくなっていくかな。
こうやって、これはたまんねえ感じすぎねえ、本当にどうせやれてしまった。忘れてください今では。ちょっと洗いますがね、よし次は大根、大根さん、立派な大根だ、これは素晴らしいですね。とてもこの大根は本当に素晴らしいと思ってますよ、私は、よいしょ。大根ね、こうやってちょっとずつちょっとずつ剥いでいくと、輪になっているよ、見えますか皆さん、こんな綺麗な大根を育てた農家の人は本当に素晴らしい方だと思いますよ。私はね、幸せなんですね、本当に。絶対にね、このカツナ麦というやつは繋がらないで失敗してしまうんですよね、いつも。ほら、待って、本当に俺は本番に弱いというか、はい、とがいてる間にきれいに剥けました。これもね、普通は使わないんですけども、私は主婦の鏡だから、こういうところも使っていこうと思っています。絶対に残さない、私は。私が育った国では絶対こういうところは残していませんでしたよ。皆様どうですか？ちょっとこれを機に考えてみることも大事なんじゃないですかね。よ、これも使いますよ、よいしょ、よいしょ。さあ、材料が揃ってきましたよ。あとは切るだけですね。こうやって切るときも愛情を込めて切るんだよ、愛情を込めて切るんだよ。聞こえますか、この大地のうなりが。私は今地球とちょっと危ねえ水になっていきましょうになって、大根を切って、おいでよ、ぶんねえの、おいぞけんなよおめえは、大根の分際だよ、おい切れました、おい手間かけさせんじゃねえよ、おい、おめえは。あとでひどい目に遭わしてやるからな、次は。な、次。一刀両断だ、この野郎、この野郎。投げんじゃねえぞ、ほら。ちょっといっぱいになったから、こっちに移しますね。とりあえずですよ。とりあえずですよ。とりあえず。とりあえず移すだけですよ。よいしょ。さあ、切れていく。こうやって命をいただくという行為に実感が湧くわけですね。
人間として、やっぱりこういう料理するっていうことはすごく命に感謝する行為につながっていると思うんですよ。私としては、私としてはこういった料理を通して命の尊さというものを分かっていけたらと思います。分かってくれたかな皆さん。どんどん鍋に入れていきますよ。これ次はジャガイモ、ジャガイモも命の濃さを知るためにジャガイモを切りますよと。大事なことですよ本当に。皆さん忘れてるんじゃありませんか、日々のこういったことを。皆さんありがたみを分かっていますかね、食材のありがたみを。こうやって料理をすることによって皆さん大事なことを思い出してください。どうしてこの世に生を受けて今何をして生きているのかということを考えてくださいね皆さん。考えてくださいね。決まったかな、今いい感じになった、よかった、かっこよかったでしょ私とか言ってる間に、ほら材料切り終わりましたよ。次はこの絹豆腐入れていきたいと思います。これ入れたら、あ、ちょっと待って、これ入れたらなんだかっていうのが分かってくるんじゃないんですかね。ほら豆腐を切るときはこうやってたで横に入れて、それでからこうやって切っていきますよ。こうやって自分に繊細な作業だと言われています。これできるのは日本でもあんまり、見たかこのパワー&テクニック、すげえだろ。なかなかできる人いねえだぜ、この技使える人は。あで最後にこだわりのお肉を入れていきます。本当によ、束ねなこのペナペナのビニールとかあんまり意味ねえと思ってるのは俺だけかな、絶対意味ねえと思ってるんだけど、まあいいや、入れとおしょーい。見てください、この彩り豊かな。大体もう何ができるか想像ついたんではねえのかな。これに水を入れていけば、そしてあとは煮ると、煮ていきますよ皆さん、少々お待ちください。だれ、ゆだれ、早くゆだれ、そいや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 、うるせえな、おい、ふざけじゃねえよ、お前もだよ、早くゆだれっつってんだよ。あ、ごめん、
以降忘れて、あ、ちょ、こいつ、あ、ごめんなさいね。ちょっと以降忘れてたことがあったよ。しめじさん、これ入れてないと美味しくならない。しめじさん、あっちょっ、おい、ざけんなっつって、やめろ。え、後で絶対ラーメンひどいからな。え、食ってやると、ちょっと、そっちの味で言えば、おい、ごめんなさいね。ちょっと今取り込んでる方はね、もう少々お待ちください。はい、だいぶ煮えてきたと思います。これをチェックするには、一番火が通りにくい野菜をこうやって刺すと、これ通ってることがわかりますね。こうなったら、あとはこうなったら、あとは味付けに入りたいと思います。まあ、火を止めまして、まずめんつゆ、で次は醤油、これも大体目分量でよろしいかと思いますよ。で最後に味噌ですね。味噌、味噌、こうして回すと、ダーン、これで なかなか美味しいのができたんじゃないでしょうか。豚汁の完成です。でも皆さん、ごめんなさい、これで終わりではございません。騙されたでしょう、皆さん、豚汁できたと思ったでしょう。実はそうじゃないんですね。本当に日本人は騙されやすいんだから。今度は これを入れて締めたいと思います。なんだかわかりますか、皆さん。カレー粉ですよ。カレー粉を入れることによって、この豚汁が、豚汁を、豚汁を加えてやることによってカレーさなるんですよ、皆さん。え、びっくりしたでしょ。ありえないと思ったでしょ。これが中国4000年の歴史だ、この野郎。え、ダメじゃねえとこで、はい、これ見てますか、この豚汁が蹂躙されていく様を、本当にこの瞬間がいつも快感なんですね。私はたまんねえな、おい、たまんねえな、おい、この大根が泣いてるよ。俺豚汁になるために生まれてきたのに、俺なんかスパイシーな辛味にまみれて売れてんだ、この野郎。ねえ、おめえのそんな聞いてねえんだ、断末魔は。ええ、この野郎。うん、ほら、もうね、とか言ってる間に、できてきました。このカレーに彩られた、豚汁のような、カレーのような、カレー汁の出来上がりです。皆さんも夜のお供にいかがでしょうか。カレー汁で。結局食べねえの。全然満腹もなんもねえよな。あ、大変失礼いたしました。以上、背徳飯、どうやらカレー汁的なものを
を作ったようでございます。通常ですね、出てくるんですけど出てこないということで、以上背徳飯のコーナーでした。次のニュースです。最近若い女性の間で一人カラオケ、通称ひとからならぬ一人ラーメン、通称ウーメンが流行しているようです。しかし実際その姿を見たものはなく、半ば都市伝説のように考えられてきたウーメンなのですが、今回当番組クルーがその姿の撮影に成功いたしました。ぜひその模様をご覧ください。どうぞ。大変、失礼いたしました。ウーメンやはり存在した模様でございます。素敵な映像をお届けしましたが、いかがでしたでしょうか。この時間にぴったりの映像かと思います。さあ、そういうわけで本日もお届けしてきましたいわきらナイトステーションでございますが、皆さんいかがでしたでしょうか。本日は、いささか私取り乱してしまいまして、またお見苦しいところをお見せいたしまして誠に申し訳ございませんでした。これもひとえに、昼間から出てるからでございます。どうぞご勘弁のほど。それでは明日の予告です。明日は皆さん大好きご存知、水戸ご当地アイドルかっこ仮による水戸ご当地アイドルかっこ仮のネバキラ TV です。それではいわきらナイトステーション、また明日お目にかかります。お相手はジェームス秀樹でした。失礼いたします。